野宮山明彦は、日本の実業家。ジャパンエナジー代表取締役会長兼社長や、新日高ホールディングス代表取締役社長、同社代表取締役会長などを歴任した。福岡県出身。1957年東京大学法学部卒業、日本工業入社。石油事業本部管理室長を経て、1984年。 取締役石油事業本部副本部長に昇格。1989年常務取締役。1992年日以降、強席常務取締役企画本部長。1993年ジャパンエナジー常務取締役企画本部長。1994年同社専務取締役、東京支店長。1996年同社。 代表取締役社長。2000年からジャパンエナジー代表取締役会長兼社長及び鹿島石油代表取締役社長を務め、飛行金属、飛行マテリアルズとの経営統合に当たった。2002年に持ち株会社として設立された新日港ホールディングスの代表取締役社長に就任。2003年同社代表取締役、取締役会長。 2006年同社相談役。2007年日立製作所取締役、水穂フィナンシャルグループ取締役、AB 日立製作所、新日高ホールディングス社長に、清水康之氏、ケムネット2003年4月10日、水穂フィナンシャルグループ、ありがとうございます。